愛媛県道13号三部川、新居浜の打線は、愛媛県西条市から四国中央市に至る県道である。東予地方の臨海部を東西に貫き、西条市から新居浜市を経て四国中央市へとつながる。市街地、工場地帯、環境街など、各都市の重要な拠点を結ぶ、延長約 44km の幹線道路であり、特に新居浜市街で信号が、 数十メートルおきに点在する国道11号を避ける迂回路でもある。最上市内では、かつて南東方向の路線において2004年までは大型車の離合が困難という約1.5車線の狭い区間が2カ所存在した。新居浜市内では、以前は機体大きく曲がり、臨海の片側1車線の商店街を通っていたが、 現在は道道路に接続していた片側に車線の指導を県道に移管して直進する経路となっている。管理は愛媛県道路公社が行っており、2006年3月31日に無料開放されて、以降は県に移管されている。以下は有料道路時代の情報である。東予有料道路1978年5月1日に共用が開始された有料道路。 全長は 3.5km。道路名は、東予有料道路で、全線が、愛媛県道13号三部川、新居浜の打線に指定されていた。通行料金は下記による、回数券等も利用できた。愛媛県道13号線と石槌山西上市、新居浜市四国中央市鉄道駅公共施設、警察署消防署教育施設病院その他、ありがとうございます。